これ何回の一匹だけじゃないですよね。魚ですか。何？魚？網で救えそうやないですか。ああ向こう行くよ。ああ魚みたいな泳ぎした今。気持ち悪い。フグでもないですもんね。これですよ、これこれ。もうちょっとアップでわかるかな。モニターでわかるかなこれ。網では救えませんでした。魚のようなフグのようなイカのようなよくわからん。あでもシュート泳いできましたよね今。おおいろんな魚がおるじゃね。じゃないか結構。じゃあはるばる歩きましたね。歩きましたね。きつかった。ずっとぐるーっと。本当。あれ今日座長一人ですか。そう一人。あら嬉しいな。出た四平さんの棒読み。いやいや棒読みじゃないですよ。シナリオ通りでしょ今。僕が嬉しいな言って棒読みって言うっていうの書いてありましたねそういえばですね。今日なんか釣れそうなこの雲行き、しかも土砂降りで誰もいないっていう、ね、そういいですね。今日は誰もいません。なんか釣れそうよ。足元にはベラいっぱい。今日いいよこれ。座長何の釣りするの。今日は絶対アジ食べます。アジおるかいな。アジが釣れたら泳がせしたいからお願いね。見て見て見て。喋ってしまった。黒がほらほらほら分かりますよ。でっかい黒魚に喋りかけいますね。この人あ、ほんとあれちぬやね。ああいう逃げるぐらいの人がいいんですもんね。そうそんな感じです、ね、こんにちはしてる人はダメなんですよね。じゃあ今日から一時座長です。日焼け止めの時期ですよ。あと座長明太子とか持ってきてないでしょうね。あれ持ってきましたよ。何ですか何それ。それ何のマークだったんですかそれ。これですよ。わかるでしょ絶対。これですよ。明太子に見えるじゃけど。違うんですか。私のつまみで釣った人を今日のつまみにする。ああ、エイヒレ食物連鎖的なやつ。こっちじゃない。あれこの前エイ釣り寄ったじゃないですか大きいの。食物連鎖とは一体。私のリードは。ああ。いいシンバル音でした。こっち向いとるね。ということはあらもう釣ってました。あざちゃん釣りしたいですね。もう早いな。ことって言ったけどな。こと言いました。ことって言ったよ。おおお来た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 。あ来てんの。何これ。うわ何これ。一旦もんめんかと思いましたよ。このしなり。これことって言うのこれ。これことって何これ。ルアいや違うね。あーこれねこれね。さっき言った何やったかいな。名前さ私のつまみで釣れた人。あーなるほど。今日のつまみに。エイヒレじゃ近かったねちょっとね。同じ頭ですからね。エイヒレ近かった。これタチウオの尻尾やろこれ。でしょ。うわリサイクルしてるね。俺が昔師匠に言おったみたいやりますからねって言ったらいらんとか。中で先祖つながってるんじゃない。ほら鳥たちが今日騒がしいんですよ。あれはトンビやね。これやないと狙っとっちゃないと。アラが来たらどうするんですかそれ。高級魚三昧ですね最近。いや多分上がらないし。餌釣りにはロマンがありますよね。ロマンがあるね。いいよーしできたよ。この前失敗したので重りを増してます。来た。来てない。びっくりしたでしょ。引っかかっただけです。これ少年みたいな笑顔になった。いやこれほんとほら釣れんのを作っても意味がないねとか思って一人でプスって笑ってしまうとってなんかね。この前絡み寄ったけどねちょっと絡まんやり方でやってみよっちゃうけどね。飛ばしてみます。これめっちゃ飛ぶやろ。ちょっとね浮きが立ってくれ。お立ったやろ。今日は立つよ。この重量やったねやっぱね。よし今日は釣れるよ注射器で。座長
あと目的はここじゃないとよ、ダーチ。アジが欲しいと、アジかイワシかキビナボコか、なんか何でもいいけど、今回ちっちゃいの欲しいとって。今、トウゴロウがいますよ。トウゴロウやろ。また星に帰られる。ほら、カラマンシいいやろ。家でから悩んどったよ、ずっと布団の中で。立たない。でもこれ本当の目的はないとよ、何回も言うけど。だって公言するんやったら普通の角度。そうか、自分でそれは口に出して。普通仕掛けの方が絶対いいけん。アコウとヒラメとイサキ、どれが一番美味しかった？ヒラメ昆布締めしました。昆布締めでカボスと塩。ああ、それもうマカロウや。イサキは炙りにして、半身炙りにして、半身塩焼きにしました。最近フルコースで楽しんでます。楽しかろ、釣りが。そして自分で釣ってないで。おいておいて。よし。プニュプニュ。お、溶けた溶けた。早いね、溶けるのが。ザッチャオ、エビも使っていいよ。溶けたよ。おお、なんかエビ見るとホッとする。なんでもホッとするとって溶けてくれたらね。今日はやっちゃうよ、座長の前で。座長ね、魚呼ぶけんね。今日はおそらく。お、来た。ちょっと。お、来た来た来た。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。はい。おお、あ、黒やん。黒やん、それ。悔しいよ。でも初めて釣った。初めて釣った。すごい。おめでとう。そしたらおめでとう。いいね。うわ、いい色しとうね。綺麗よね。嬉しいわ。さすが座長、やるね。アジングで黒釣っちゃうなんて。綺麗に口にかかっとうやん、わ、唇に。最高、リリース。買いたいけどね。これな、何刺しかしと、これ。あ、シャチホコ。いやー、カッパエビセンって下じゃなくて。わからん。開発者が。どう忘れしてしまった。そんなもんですよ。4経験ってなんてそんなもんですよ。何やったか。エビ反り、エビ反り。やっぱりカッパエビセン刺しかな。それでは、ロケット発射前、点火、4、3、2、1、発射。お、ちゃんと寝た。よし、飛んでいきましょう。離します。よし、離れたかな。立ったよ。東島の発射台で打ち込みたいな。おお、来た。来ちゃないぞ、来ちゃないぞ。今発射台で打ち込みたい。なんか当たりが出るようになってきたもん、新型ロケット。来た来た来た、沈んだよ。沈んだ。初めてロケットに来たよ。新型ロケットに来たよ。あ、沈んだ沈んだ。やったやった、やりました。おー、引くぞ。もうこんかと思った。今日はもう嬉しいよ。ズボッといったよ。やったやった。なんだなんだ、タモいるかな。おー、来た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 。なんだなんだ、大きいぞ大きいぞ。おー、なんだ。うわー、もしかしてこれイサキじゃないと。ぶり上げます。やった、でっかいぞイサキ。おー、やったやった。おー、やりました。今年イサキラッシュやね。やったー、来た来た、新型ロケットに。ほら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 、イサキよイサキ。タナ3本半。いや、見て見て、このイサキじゃなくてこのロケット。それよ、これロケット初。ロケット初。わー、やったー。新型ロケット初やね。うわー、種ヶ島に行きたくなってきた。種ヶ島に行きたくなってきたよ。いやいや、ありがとうございます、ありがとうございます。もうどうなるかと思った、今日悔いがないけん。これ何が悪いかわからんちゃうもん、もう。嬉しい。ちょっと座長も撮ってもらっていい？ごめんね。はい、ごめんね、座長釣ってないけども。さっき美味しかった、これ。お前美味しかったですよ。やったやった、これでやっとイサキを食べれる。よし、やった、やりました。この間は一匹を半身炙りでしょ、うん、で半身塩焼きやったけん。あ、いい、いい。一匹一匹食べれるようにしてください。
なるほどね、半身をね、半身塩焼き、半身何？半身炙り？炙りか、うん、うわー、これ4分の1ちょっと刺身も食べてみていい？やったロケットに来ました、ついにロケットに来ました、ほら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 、よし、さあ入れとくよ、魚好きなんでしょうね。ああごめんね、ごめん、映させてもらうよそれナイスキャッチ、さすがすごい運動神経完璧じゃないですか、びっくりした、もう借りがけつったらおんぶしてくださいねしまーす。助手の座長がアージを船長に大抜擢、ついにロケット発射の時が来た。未知なる惑星へ向け四兵ロケットの初めての挑戦者となったアージ船長。アージは言った。これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな一歩だ。四兵がロケット開発に取り組み続ける理由、それはまだ見ぬ巨大生物への好奇心からだった。次回アージストロング船長挑戦。めり込んできそうですね、そんぐらいやったら。ほらほらほら、欲張り重宝です。お尻が綺麗に切れております。ちっちゃくなったよサイズが、嬉しい。ちょっと待ってね、はいはい、ちょっと重めにしましょうか。あ、キヨキヨキヨ、おーキヨ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 、うーお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 ー、でかい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 、ドラマでよいですよ。ほら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 、引きずり、はぁ、もしかしたら来たかもしれん。入れまーす、ね、入れますね。そしてこれがここから来ます。